麻雀やってっかい。なんだこれ。ファンクーヘアさんと、鋼鉄のついさん。よろしくお願いします。ハイパイは神。まさかのイーシャンテン。チュン泣いて完成まで。お前課金ぜ。初めてこの。こいつとペンしますわ以外のペンシルニャーとこの2人以外のキャラクター俺初めて見たわ。あ、それポン。あ、すごい、なんかちゃんとあるんだ、そういう普通とは違う声が。意外とキャラクター多いよな。なんかイケオジ系もちゃんと揃ってていいか。まあこれリーチしましょう。リーチニャー。でもチュンとかね普通に出るんじゃないかな。それロケ。え、は、え、なにヒョロロロロ、は、は、え、あ、いや、え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 、あ、あ、ちっち、嘘だろ。早すぎでしょ。40巡目で、ですよね、これ。え、出花。バチクソン、出花ボッキボキ。鼻骨折みたいな、マジ、高鉄がついてんてんてんなるわ。超次元マージャン、いきなり見せられたもんな。ああ、いい、全然いい、全然いい、全然いい。ここもいい形ですし、こっちもね、膨らみが全然ありますね。非常に良い形ではないでしょうか。国鉄さん、すっそう捨ててきましたね。またしても不穏な雰囲気。ペーなやね、ペーし、おお、入るか。これはかなり熱いですね。多面待ちも見えるんではないでしょうか。ここ引っつきましたね。まあいろいろ手はあります。うん。まあこっからかな。初旬両方とも。風呂薬杯出してきました。これはもう迷わずリーチでしょう。これ他に何かあるかな。リーチにゃ、まあどっちもね順通揃うだけなんで。んー、スッチーピン、まあピンズの方が出してくれるでしょう。どうやら想図に固めてる。うわうわー、しかも泣かれた。なんか今日なんか良くない。うん、全然いい、全然いい。もう神々の神、リーズもドラドラですわ。やったー、いただきます。なんかエフェクトとかも、ウラドラ乗ったー。バイマー。あ、タイヤもついてたんだね。赤とペーも合わせてバイマンまで行きました。13000点、これで逆転成功。シュ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 、さすがに負けねえよ、異国の民には。なんか中国のゲームですけど、麻雀ってだいぶ日本の麻雀って中国とルールが違うみたいな話を聞いたことがあります。ちょっと本当かどうか覚えてないんですけど、なんかなんだったかな、なんかもっとシビアなんだったかな、中国の方が。なんか全然点数が跳ね上がらないルールだったような気がします。これシャーしてます。うーん、まあピンズ入ってきてくれればオンオンのオンの字ですね。オンオン。ちょっとここのイーペイは端っこなんで狙いたくない。こっちの方が美味しい。あん、まあ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 、ちょっとなんか諸説あんなこれ。まあ中ピン入ってきてくれるのが個人的には一番嬉しいけど、まあこれでも全然いいでしょう。メンピンドラまで行きました。ペイが出てるのでメンピンドラドラになりますね。4ファンスーファンかな。満貫には行ってないはず。あ、一発つもです。リーチ一発もピンクドラドラ、羽まんまで行きました。爆運じゃん。裏ドラ3枚倍マン。俺死ぬかも今日。裏ドラ乗りすぎでしょ。しかも一番熱いところに乗ったよ。ちょっと一瞬ね、このままの運気で国士無双を狙おうかなと思ったけど、さすがにちょっと俺の性格がそれを許しませんでした。うーん、まあまあ全然初あるんで悪くないかな。おや、気づいたらもう難入しましたね。早すぎる。トンナン戦なんですけど、気づいたらもう難入してた。もうあまりにも早すぎる。トンプー戦と変わんねえよ。まだ5分ぐらいしか経ってないぐらい、これね、国鉄さんもう本当にふざけんなって感じだと思うよこれ。シュ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 ンって3回で終わっちゃったからね。ここ切りますか。あんまり良くないな。もうチートになってもいいんじゃねえかな俺。6敗、まあまあ全然無理でしょう。
吐くも来た、いらない。トイメンもね、多分結構いい進行してんじゃないかな。中ちゃんぱいをしっかり残してウーピン切ってるんで、多分そろそろいい形になりつつあるんじゃないかな。ここは国鉄さんに振り込まないようにすればいいと思います。リャンゾーもない。あ、なんか切れるのあるかな。3ピンか。一応これでイーペイのイーシャンではあるんで、まああんまり強気に狙う気はないですけど、数ピンとか重なったらそれポンワンチャン狙ってもいいかもしれない。一層が通って、これはいい情報をいただきましたね。スーピンローピン、スーピンを切る国鉄さん、これはバッチバチの想像の染め手だな、これな。まあ、ここら辺にね、緑の牌はあるんで、リュイソーとかもね。はい、さすがにそれは咎められるべきやりすぎ。裏ドラは乗りません。リーチドラ国鉄さんありがとう。もうここの上がりはね、もう個人的にはもうめちゃめちゃ嬉しい上がりですよ。うわインフレがすごい運のインフレがまあ想像来るでしょ最初はね。こういう時は最初にね、想像来てね、そう簡単にはね人生進まねえよって言うんですよ、こうやって。まあペイする前にね、一回この洗礼を味わってくれる。すると次からピンズ来てくれるから。おうおうおうおもうやってやろうじゃねえかお前。おいシャアやだめだ、俺やっちまった、シャア泣いとるわ。いや、ちょっと待って、こう進むか。うん、これでいいんじゃない。こうウーピン切ってるからね、いいカモフラージュだよこれ。あいしゃー、どうかなこれ全然良くないですよこれ進めないと思う俺は。そういう感じ、ペン抜いちゃおう、ここで。シッ、ダメかー、抜くタイミング間違えたな、これな。まあ、間違えてもクソもないんだけど、運ゲーだから、ここは。パッピ、泣かない、ダメ。ダメ、我慢。我慢、我慢。守れ、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 守れ。まあ、ここら辺持ってるとね、なんか、テンパったな。出たな、勝負かけてきたな。まあ、噛んでね、ドラ、乗るの目指した、いいピンに乗りましたね。これもダメだな。これもダメだ。あら、なん、切るか。チュンとか来ないでよ。先に言っとくけど。パーピンいい。まあ大丈夫でしょう。これ想像でしょ。え、いや、違うな。これトイトイか。トイトイかな。トイトイかな。これ。怪しい。とりあえず、パーピン切ります。ポンニャ。あら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 、こんなんは切れないかな。いやね、ないよここね、もう作れないと思う。イーソーリャンゾーとかじゃない限りね、ここの当たりはない。あの数層カンしてるんで、4、5っていう形がないんですよね。カーン、おい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 ツモ、うわ、リンシャン解放。リンシャン解放、ドラ2つ、だいぶしょっぱいな、この人。え、なんで泣いたのちょっと待って、役ないやん。お前。いや、テンパイ目指すあれでもないしな。まあまあいいんだけどね、俺は。そこ上がられても、そこまで。いや、最後親か、お前。当たったらダメだね。もちろん守り気味に行きます。もちろん守り気味。もちろんの守り気味に行きます、これは。まだまだ分かんないね。どうなるだろう。まあ俺の手は良くないです。ローソーか。ちょっと想像切ります。本当はここの方が、ね、もちろん全然いいんですけど、そういう感じ、またそういう感じ。あげたくないな、これ。ロビン切ろう。想像あげたくないね。もうね、ぶっちゃけビビってんもん俺。いや、もう切るよ、ソーズ。あ、それポン。やっちゃった。あんだけあげたくないなーとか言ってたくせに、やっちゃった。あ、もうなんもしない。もう僕、麻雀しません。
引退します。もうこの対局は引退します。この対局は俺も何もしない。こんなんこんな相手してられんでしょ、親だよ。トイトイだなこれな。白チュンはね一生切れない。一生切れないわこれ。鋼鉄さんが出してくれるからね。うわ、チーソーありがたいね。ありがとうありがとう。これは間違いなく白チュンチュン出た。チュンそっちか。まあ鋼鉄さんがね上がればね嬉しいんで、こう上がってほしいですね。こうね、こう言ってほしい。こう三品ありがとう。安泰安泰安泰って言いたいんだけどね、ピンズがね、今度はこっち来えんだわ。こっちに通るピンズ切るべきだね。イコール、ちょっと待って、もう頭がパンクしそう。ローピンだな。ハパピン落ちたな。あ、落ちないわ。コパピンしてても。え、何？にゃは、なんで切ったの？あ、後から重なったんだね。はいはいはい。じゃあもうやばいね。E ピン切りましょう。E ピンはない。これ E ピンはないよ。E ピン短期とかじゃないけど、 E ピンはない。中層来た。中層切ろう。うん、これはまあ大丈夫だ。これ大丈夫だ。もっと安全なとこは E ピンかな。 E ピン大丈夫だね。はあ、いやもうこのまま終わってくれ。テンパイレンちゃんの方がマシ。マジでここをやり合わなくても、もうテンパイレンちゃんの 方がマシ。もういい。とりあえずとりあえずここ振り込みたくない。うーん、パタリドーン。大丈夫だよな。全然逆手入ってない。はあ、勝ったあーもう胃がもうコングロマリットになっちゃう、マジで。勝ちました。これ俺上がったんじゃない？やったー、見てしょこれで多分ね、あなたは平素より優秀な成績を収めましたね。だいぶ似てしまう。なんかもうスルスルっと雀士まで上がれましたね。これで多分ね、あ、ここに入れるんですよ。銀の間に入れるんですよ。結構人いますね。次から、1個上の銀の間で打っていこうかなって、思います。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。